どうもこんにちは、プリランチンチャンネル山助です。からです。じゃあ今日は早速ですね、これから流行っていくスタイルを考えていきたいなっていうふうに、予想思います。予想です、はいはいはい、ちなみにどうですか、今お客様がやりたいっていうスタイルはどういうスタイルが今多いんですかね。どっちかっていうとなんかナチュラルな感じが多いかな。確かに今もうナチュラル、そうですね、もう本当に極端にナチュラルか極端にめっちゃ強いかの、どっちかだなっていうイメージ。はいはいはい、あのツイスパとかの感じが若干こう全盛期よりも若干こう落ち着いてきてる感じがあって、確かに確かに、でまあ波巻きが来てみたいな、はいはいはい、今ちょっとやっぱ波巻きの方がやりたいってお客様が多いなと思うんですけど、理由としては知りつきたくないっていうか、やっぱあのツイストスパイラルのあのちょっとしたツイストのジリッとした感じが嫌だっていうお客さんが多いなっていうのは最近すごい感じますね、こう回ったらしくて差別化できて、他にやってる人いなかったらちょっと先行けてる感じがね。確かに確かに、でもまたそれもすごく流行ってくるとまたちょっと次にっていう感じになるから、そこを予想するっていう感じ。僕的には刈り上げないショート、スパイキーショート、スパイキーショートがやっぱ今すごい来てるなと思うんですけど、あの僕も流行りだしてるっていうのを知る前にやりたい髪型があったんですけど、プライドっていう木村拓哉さんが出てたドラマがあるんですけど、あの木村拓哉さんの髪型がめっちゃかっこいい、かっこいい、刈り上げてなくて、結構もう上もちょっと長めで本当にショートでこう立ち上げてる感じので、襟足が長い感じ、パパツでちょっとメッシュ入ってるの感じかっこいいなと思うんで、今だからかっこいいみたいなね、巡り巡って確かにその時代が来たか、今と逆行してる感じが僕はすごいその髪型に惹かれたっていう。あ、なるほどね、はい、マッシュでさらっと、ツヤっぽい感じの、はいはいはい、それで刈り上げるっていう感じがすごい多い中で、襟足長くて刈らずに、切り方全然違うもん。そうですね、それで言うと、はい、その後の世代かな、今年31なんですけど、僕が高校生の時、あのギャル王、おー、はい、そう、ギャル王って今の人たちわかるかな。いや、わかんないんじゃないですか ね多分見たらびっくりすると思うんですけど、メンズエッグに出てくるモデルさんとか、高校生の時はもう本当にそれがドンピシャで、ストレートで、襟足もストレートで、長くてなんなら、で、髪をこう盛り上げる、なんかね、高ければ高いほど強いみたいな、弱みたいな、クジャクってなんか威嚇してなんかね、でかく見せるみたいな、そんな感じで流行ってて、またそれが同じように流行るかどうかは分かんないけど、もっと先かもしれない、2025とか、ひょっとしたら2030とかにまたリバイバルして出てくるんじゃないかな。そっちがすか。そう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 、こう日焼けしてさ、まあそのギャルもまあ言ってしまえば最初はこうヤマンバみたいな、はい、学校のマンバギャルとかっていたんだけど、あれこってこてな時代で来るんじゃないかな。なんかその X ジャパンのなんかね、あのデーモン小暮閣下みたいな、はい、こってこてな時代、今すごい自然、じゃんさっきの話の中で、塩ラーメンばっかり食べてたらちょっと味濃いの欲しくなるっすよね、まあ、毎日塩ラーメン、はいはいはい、たまにはめっちゃこってりした豚骨食いてえなって、うん、確かに、その時代が来るんじゃないかな。おお、まあ、すぐじゃないかもしれない、だから2023年かってなるとちょっとむずいかけど、逆に言ったら先を行きたいんだったらもうそっち、もうこってこってでも確かにマッシュが流行ってるじゃないですか、でメンズのマッシュって始まりって韓国、日本で聞くようになって、そっからすごいやっぱ増えたなっていうふうに僕感じるんですけど、うんうんうん、今多分女性のスタイルも韓国のくびれたスタイルだったりとか、はいはい、なんかそのカラーだったりとかも多分そういう韓国のアイドルの見てこういう色かわいいみたいなのを、うん、まあ、僕はよく聞くなっていうふうに思うんですけど、確かに今ちょっとまたギャルみたいな流行ってきてる、ね、女の子が本当によく見る、そうなった時にやっぱそのそこって昔流行ってた、そのギャル王の時も多分女性も
どっちかというと結構そっち寄りの感じだったと思うんですよ、雰囲気がもう、いやそうだった、そうですよね、ってことはで今韓国もメンズもレディースも、韓国はいはいはい、で今またギャルがちょっと来てるってことは、またメンズもそれが一緒になってくるっていう感じが、なりそうなりそうっすよね、なりそう、モリモリになるかどうかは分かんないですけど、またなんかちょっとチャラいようなスタイルが流行りそうっすね、流行りそう、そうですね、ウルフの流れとかもあれがどん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 こうまっすぐっぽくなってって、前髪もこうシュッてなってちょっとここ高く出してね、M 字にしたらもうギャルっすからね、やば、じゃあズバリこれからこれからね、ズバリこれから流行る髪型は、はい、ギャルをこれ外したらめっちゃ恥ずかしい、ね、でもちょっとスパイキーショートっぽい2ブロックっていうね、言葉がすごく浸透する前のつなげた感じの無造作ヘアみたいな、ドラマとかで言うと木更津キャッツアイ、岡田さん、あ、そう、岡田さんとか、ね、桜井翔さんとか、その辺の人たちがやってるようなこう髪型とかなんで、そのままこうね、行くとギャルっぽい髪型になりそう、極戦の時の亀梨さんとか赤西さんとか、あーかっこよかった、もみちさんとか、めっちゃかっこよかった、三浦翔平さんとか、ね、あーめっちゃかっこよかった、ギャルっぽいよね、ギャルっぽい、確かに、あーそんな感じになるんじゃないかな、めっちゃ、確かにめっちゃかっこよかったっすもんね、あれ、でも僕はテレビ見て俺の方が高えってなってました、そこで競うんですね、そうそうそう、そこで競う時代は終わるかもしれない、あ、そ、なるほどね、じゃあそんな感じで、そんな感じです、はい、当たったら高評価、いや当たったら今見高評価しましょう、そうですね、当たりそうだと思ったら高評価、確かに高評価、ちげえだろうと思ったら高評価、ああいいね、どっちも高評価、はい、どっちも高評価で、はい、よろしくお願いします、あ、その時代をね、僕が喋ってた時代を生きてた方、はい、共感した方、はい、というとこだ、はい、ということです、この髪型にしたいと思った方それでは、グッバイ。